こんにちは、国本佳代です。今日はタイルに、フレンチディメンションを使って一陣盛りの、風景画を描いてみようと思います。なんか汚いタオルが隣にいつも置いてあるような感じなんであれなんですけど、濡れたタオルは常に用意しておいてください。絞り出している口がやはり汚れるので、線をきれいに描くために常にこう口元をきれいに、絞り出しの口元をきれいにしながら、力を注いでチューブを押しています。で、今使っているのはパパイヤオレンジみたいな、そんなちょっと焼いたらオレンジ色になるんで、ちょっとどんな感じになるのか楽しみなんですけれども、お花、オランダの春先チューリップが咲いてる畑、もう本当にチューリップが咲くというか畑になってるっていう感じですね。いっぱいそこに、可愛い水仙があるっていう、その咲いているっていう、そんなアンティークのタイルを見ました。で、研修旅行に行った時にその写真を撮ってきてありまして、それを見ながら下絵を描いてみました。で、エンボスで、まあ普段呼んでるんですけど、フレンチディメンションで輪郭を撮っています。で、輪郭を撮ったりする前に、やはり全体の色がどんな風になっていくのかっていうことをちゃんと自分の頭で、確認できるように色は最初に入れてあります。で、必ず線の位置も確認してあります。絞り出すときにやはり長く引きたいところと短く引きたいところ、それから花らしい雰囲気を出したいところとか、まあちょっといろいろあるんですけれども、やらないとわからないかな。とにかく練習してその出し加減を覚えていくしかないと思います。ただきれいに口先は掃除してください。とにかく見て楽しんでいただければと思っています。あと絞り出すだけでなくて、薄めて、乗せて、タイル全体を描くものと違った雰囲気の作品に仕上げてありますので、その辺のこともちょっと注意しながら、どこでどんなことをやってるのか注意深く見ていただけるとありがたいです。もう今はとにかく輪郭、鉛筆書きした輪郭を描いてます。今ちょうど、チューリップ畑、やっぱりこんな風に赤は赤、黄色は黄色、なんていうんですか、紫色の色はもうとにかくもうそればっかりっていう感じで、本当に畑のように作られています。で、手前側に作眼で、奥の方に風車がある。で、空に雲がぽっかりあって、また行きたいなという、そんな感じのする風景画です。作品もこうやって全部輪郭を絞り出しながら、絞り出すと乾燥してしまうとちょっと痩せてきますので、その辺もちょっと考えながら、絞り出しの時のタイミングというか細さとかをちょっと考えて入れてみてください。空は、空の雲のところの輪郭はちょっと細めで、後で消えちゃうようでも大丈夫だと思います。だいたい出来上がりました。じゃあこれから何をするかというと、ちょっと概略、色がどんな感じだったか、黄色の色の雰囲気、それと白い色にするか、水性なんですけど黄色をちょっと入れておいた方がいいかなと思いながら、多分色を追加して入れています。次はフレンチディメンションを薄めて、筆で、しっかりたっぷりとってダミのように花びらに乗せています。今のところ濡れているので白くは見えないはずです。ちょっとグレッシュっぽい、それと下にちょっと色を入れているので、その色も拾って、ちょっと、汚いような濡れてて、グレーな感じの色に見えていますけれども、
乾燥すると、真っ白になってくるはずです。ただ、真っ白に したくないとき、ある程度下に色があった方がちょっと面白かったり、まあフレンチディメンションを乗せた後でも色を追加して乗せたりすることができるので、それをこう駆使して自分の思った感じ雰囲気が出るといいなと思って、何回か色を乗せて、基準の色を乗せて、それから、フレンチディメンションの薄めたものをまたダミで乗せてます。書くのはダメですね。やっぱりダミで載せることです。で、すべてに載せてはいません。主要なところ、花と、それからチューリップ畑と、それから空に確か載せるはずです。これから空に載せたりすると思うんですけれども、空に載せるときはちょっと場面が大きいので、また違ったやり方をします。今柵を描いてます。柵はちょっとしっかり色を入れたいなと思っているので、防波堤のできたフレンチディメンションで防波堤のできたところに茶色の色、まあいろんな色を使ってもとても面白いかもしれないので、波のようなストロークのような感じで入れてありますね。あと水仙の中心部分ですね、それは2色か3色くらいちょっと色を乗せて、混ぜないで乗せて描く方がちょっと綺麗なので、そんな風にしていると思います。必ずある程度こんな感じの色にしたいっていう色を入れておく方が、次の段階の作業をした時にやりやすいかなっていう風に思います。花の中心の部分には、色だけですね。今薄めたフレンチディメンションをスポイトで取って雲に乗せています、はい、外側の雲にも乗せています。そうするとなんていうんですか、ちょっと色がこうトーンが落ちてくるんですけれども、焼くとですねちょっとまた変わってくるんですね。ですからその度合いをよく見ながら、ここの緑のところ、そのグリーンのところは草のところっていうのはフレンチディメンション入れてないので、ここも防波堤ができてるのでダミで入れてますね。ここは16番だけじゃなくて、33番、それと43番かなんかを薄めて、使っていたと思います。だんだん色がはっきりしてくると池画らしい雰囲気にはなります。普通に筆だけで描くものと違って、もう防波堤ができているので、ちょっと立体的になりますよね。ですからそこのところに色を入れていくと結構また面倒しいんですよ。で、盛ったところに色をあまりつけたくなかったんで、ちょっと慎重に色は入れています。色が濃く入ってしまっちゃった感じなんですけど、まあ筆で取って隣へ行っちゃってみたいな、そんな感じで、すぐに絵の具自体が吸い込まれていかないんで、さっとこう取って隣へっていう感じで修正も効きますし、まあ慣れてくるとストロークとダミっていうのをよく使い分けてやってみてください。まあそれも楽しいので、とにかくこれはちょっと楽しい感じ、自分が楽しみながらどんなものができるのかなっていう風に考えながら、描いてる、ちょっと楽しい、最後に楽しいなっていうのが出るといいなとは思っています。
水仙の葉っぱにはやはりフレンチディメンションは入っていないので、直接タイルに色をつけてるという感じですね。花と葉っぱの違いっていうのが、使い方、その盛り材の使い方で雰囲気が違って見えてくるんですね。これ焼いたら本当にちゃんとこう形が見えてきますし、これからまあ釉薬をかけるかかけないか、どこに、釉薬をかけるかとか、目立たせたいところにかけて、他は焼き締めの状態にしておくとかっていうのも、面白いものができると思っていますので、そんな風に考えてます。なんとなく塗り絵のようで、ベルフトをいつも描くときの感じとは違った感じで、楽しんでできるようなデザインです。あとはもうチューリップの畑に色をもう少し入れて、これが乾燥してくると、今濡れてる状態なんですけど、乾燥してくると色が薄く見えてきます。さっきも見てたら分かると思うんですけど、塗った時は水で濡れていて、その時に色がこんな感じに出ています。で、濡れてる時の色が実質ですね、焼き上がった時のイメージがそれに近くなるんじゃないかというふうに思ってて、いいような色だと思います。ですからちょっと置いとくと乾いて色が見えなくなってしまいますから、その辺のところだけ気をつけて色を入れてみてください。ちょっとなんか可愛くなってきたでしょ。ディメンションってやりだすと、もう本当にいろんなことができます。ですからこれからまた一個ずつやっていければと思います。絵描くだけじゃなくて、こういうのをやるのもとっても楽しいので、アイディアとしては面白いのかな、やっておくと楽しいかなっていうふうに思ってますから、ぜひ皆さんもやってみてください。このお花のアクセントのためにこの絞り出しているのはちょっとなんか描きづらかったんですね。ですから今筆にちょっと持ち替えて、筆をちょっと濡らしながら修正をかけているんですけれども、どうもうまくいきませんでした。で、途中で、パレットの方に、土をギュッと絞り出して、筆で、乗せて、アクセントの線を入れていくことに今なっています。で、たくさん取って山盛りにポイと置いたら、それを引っ張るような形でシュッとこう持っていくんですね。そうしないと描いちゃうとですね、やはりペタンとなって後で面白くなくなります。ですから下にディメンションも載ってるので引っ張りにくいんですけれども、そんな風にたくさん持ってシュッと引っ張るみたいな、そんな感じでここの線を描いてもらえると綺麗になると思います。その方が良かったです。やっぱりお花にこういうものが入るとそれなりに見えてきますよね。あと雲にもフレンチディメンションで溶いたやつを載せてます。焼き上がった時の雰囲気を出したんですね、はい、これでほぼ出来上がりました。最後までありがとうございます。ぜひ気に入った方は登録をお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。それ以外に
どうですかね。ぜひ、コメントなんかもお寄せいただけると嬉しいです。ではまた。